ドン。Hey guys, my name is Wasamon Next to Meet. 改めまして、おしがすぐ死ぬ男Wasamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を出しておりますので、もしよろしければ、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、コミさんはコミショーです。第6話、ギャグです。他です。前回のおさらい第5話、まあ、夏服に変わって、出たり身体なや身体ね違うあの体力テストをやったりで、中二病と血の契約を交わしてお友達が無事増えましたっていう感じだった。あ、お母さん出たっけな、違ったっけな。前回お母さんだったような気がするけど、まあね、井上喜久子という永遠の17歳が出てきてしまった。17歳強の楽しかったな。ということなんでね、まあ、先週の分が見れてなかったんで、第7話が下にあるんですけど、第7話も後で見て、2本一緒にまとめて出そうかなと思っておりますんで、よろしくお願いします。それじゃあね、もう早速第6話見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったら、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、どうなるかな。まあね、先週もリアタイっていうかね、早めには見れなかったし、ちょうど夜勤とかぶってたからね、最新話、第7話も見れなかったから。ギャグですってなんだろう。それでは、ネットフリックスで再生していきます。3、2、1、スタート。お、めっちゃ綺麗だ。CG。3D やん。どうした？ラブレター、布団が吹っ飛んだ。親父ギャグだよ。もこれ外人に伝わらんだろ、布団が吹っ飛んだ。企画のアドバイス。かさぐかさばる。まあそういうことで。あ。え。もうすでにみんな知ってんだよ、そういうのは。親父ギャグなんだよ。日本人にしか伝わらんだろ、こんな。怪文書。親父ギャグなんだよな。すごかねえよ、コミさん。オープニングこんなんだっけ。なんかちょっと変わったな。え、こんなんだったっけ。ちょっと
ちょっと変わったよね。うんうん、こうだこうだ。このオープニングやっぱめっちゃいいんだよな。失礼、ちょっと飲み物を取ってきます。本編開始。買ったことない。わあ、いざ駅ビルへ。これ店員さんが話しかけてくるパターンじゃない？怖いよね。ただの女の子、なんだかよくわからない存在。うん、まあ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 。僕が犬かな、犬だね。犬、私、あー、やばい、いる。誰だ今のは。誰だ。計画的犯行。あ？綺麗やな、やっぱ。わかる、わかる。マジでオタクみんなそう言うからね。コーデバトル。ただのの意見は聞いてくんねえんだな。マネキン。カハなじみコーダ。わあ、外出用じゃねえ。写真撮ってんな、山井さん。
山井さんこうで。おお。でもいいんじゃない？買ってあげるから。まあ1万円超えたからな。あがりさんこうで。おお、うん？だっさ。童貞の言い訳です。お願いします。タタノ君コーデ。あら綺麗じゃない。綺麗じゃん、似合うじゃん。おお！満点や。あれ？なじみさんガチコーデやん。なじみ、そっちもいいじゃん。チャイナはね、でもね、好きな人に選んでもらったね。髪を切んのかな。洗い髪子。カリスマキ。かっこいいわ。これなんか美容師の同級生が言ってた。最初はほんとシャンプーと掃除ばっか。あ、やばい、やっちまった。そんなことはない、そんなことはない、そんなことはない。匂いは大丈夫。バカ。綺麗だな、なんか。おい。バレてた。確か言ってね。確か言ってね。あーやばい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 、うるさい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 。12わなわな。
新人からしたらね、ちょっときついよな。ピクピク。全工程終了。4800円もすんのかよ、紙切んの。俺そんなしねえよ。なんだろう、ええ子やん。ありがとう。よかったね。よかったよかった。だ。気づくか。気づかないのかお前。ただのが気づいた。なんで気づかねえんだろうな。女の子の方が気づきそうだって。まあ、あるよね。毒入ってそうだよ。大丈夫だって。またゲームだ。大丈夫だって。あがりさん。優しい。違うよ。神、神、風、風。ネスフォロー。みんなそれはやるよ。みんな言うやつで。どうした？やばい、本気だ、本気のやつだ。ドラゴンボールだ。エヴァっぽい。絶対勉強しねえ。なんか図書院っぽい。誰？何？誰？ゴリミ。
リミ先輩。まあそうなるよね。ゴミくんはゴミです。バーシバーカ、お前うるせえってやめとけ。やばいやばい、ダメ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 、やるんかい、やばい。やばい。三人。三人だが。面白い。まあそれやね、なるよね。テスト前って遊びたいし、掃除をしたくなるよね。ベイゴマの歴史、3人とも大丈夫。コミさんみんなすげえな、これ。コミさん90点ばっかじゃん。ばっかー。やだのさんすげえな。中途半端やん。暑いよね。夏だ。おい、終わった。かわいい。うん。いいピンって書いてんじゃん。あ、妹。全部当たってんだよな。うっ。プール、行きますって言った。読み切りランドっていうのがあんだな。読みラン行ったことねえな。なんかちょっと違うぞ今回。あれ、こんなんだったっけ、エンディング。こんな感じだったか。
コーデバトル良かったな。コーデバトルからのゴリミ先輩はすげえな。終わっちゃった。あ、いやー、よかったよかった。よかったじゃないの。コーデバトルでマジでただのが童貞の言い訳すぎたんだよ。でもやっぱ一番合ってたしね。古見さん自身も満足してたし、ゴリミ先輩すごかったな。ゴリミ先輩のちょっとキャストを確認しよう。誰だあれ、めっちゃ良かったな。で、次回はプールか。楽しみだね。どうなんだろう。あれ？ゴリミ先輩書いてなくない？誰？ゴリミ先輩誰だ？書いてない？書いてないの？書いてないな。カリス巻伊藤静香さんやね。マジか。あれ、ゴリミがわかんねえな。ゴリミ誰なんだろう。あれ、ゴリミ、古賀葵さんだったら面白いな。お静かにお願いします。でもあれ、叩かれて面白いですねって言える古見さんもいいよ。可愛いじゃない。まあね、次回、プールだよ。でも第7話のタイトルにプールです、他って書いてあるからね。もう完全にプールがもう確定してしまった。水着ですよ。あ、でもな、このプール行くときに、ただのが選んだ服を着てくれればいいなって感じ。すっげえ楽しみなんでね。もうこのまま連続ですぐ見ていきたいと思いますんでね。もしよかったらね、もう次の動画も一緒に再生していただければなと思います。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてツイッターもやっております。フォローお待ちしております。概要欄の方にもいろいろ貼ってありますので、そちらの方のチェックもよろしくお願いします。ということで、コミさんはコミュ障です。第6話逆です。他でした。ありがとうございました。なんね。